はい、皆さんこんにちは。ハミツアップスターズターザンバマゾです。そして高瀬です。この宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、6周年のね、はい、まあ、生放送終わりまして、はい、まあ、いろいろ発表されましたね。いやー、いっぱい、うん、モンスターニュース、はい、すごかった。はい、そうね、よかったですね、うん、はい、ということで量がすごかった。まあ、チェックしていきましょうと、はい、ということで、まずは重心化回が登場と。これさ、はい、これさ、ちょっと川木さんには反省してほしい、うん、これは反省してほしい。今回アップデートで重心化回が登場いたしますじゃないんだよね。いや、もうマジで普通のそのさーってテンションで、はい、重心化回が登場します、違うから、重心化回が登場っつってね、ね、言ってほしかった、ね、しかった俺は、うん、一番盛り上がるところだったんじゃないかなんかさーって発表するから、ああそうなんだって言っちゃったからさ、あ、ここはもうなんかテンション上げてほしかった。いや、俺も森にいたから分かんないけど、ね、あ、森にいたから分かんないけど、森にいたから分かんないけど、ちょっと詳しく見ていこう。森でガチャ言っとったな、はい、どえらい話なんです、これね。どえらいっすね、これ、はい、もうだから重心が回とは言ってるけども、うん、これ別のことです、これは、うん、あの、なんていうか、あの、重心がの上が出たよってことなんで、まあそうですね、もう、覚醒、うん、言うならばよりややこしい、覚醒はいはいはい、はい、はい、じゃあ次いきますか。120レベルになります。わあ、上限が100を超えてしまったか、はい、100超え、ステがじゃあ上がるってことね。そうですね。で、あとでその、なんだろう、ガブリエルとかね、に、うん、120にしてる画像があったんですけれども、1.2 倍にはなってない、さすがに。まあ、さすがにね。でも、まあ、優勝コンボ 10% ぐらい上がってたし、それやばいね、優勝コンボ上がってね、まあ、ちょっと後でガブリエル見た時にね、うん、飛び幅ちょっと見てみましょうか。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、ポン、さまざまな効果が得られる挑戦、これなんつうの、挑戦形かな、挑戦形を所持、はい、はい、いや、これも偉い話ですよ。いや、これも偉い話だよね。まずびっくりしたよ。バランス型が、まあ、ハートの効果 20% アップ、うん、で、有利属性に対する攻撃力、友情コンボの倍率が 5% アップ。もうバランスだね、はいはい、まあまあ、まずハートが 20% アップということは、うん、金波 95% 回復でしょ、全開ああなるほどね。で、多分ダイハートでそもそももう2人分ダイハートが大体ね、2倍ぐらいになるんですよね。あ、ダイハートってまあその自分の HP の分だけ回復するんですけど、その取ったキャラのね、うんうん、まあ、20% アップということで、まあ、4で割ったら 25% じゃないですか、1人当たり、うんうん、なんでまあ 45% ぐらい回復するということで、うんうん、まあ、ダイハートが結構偉い話になる。なるほどね。てか、ショーハートが結構偉い話になるね。ショーハートってどれぐらいあったっけ。ショーハートは取った人の半分の HP なんで、うん、まあ、HP2 万のキャラが取ったら1万回復する。で、それが 20% アップするんで、うん、待って、この 20% さ、その1万の 20% だったらちょっとしょぼいね。あー、それが分かんないよね、まだこの書き方だったら。この分だったら分かんない、全体の 20… あ、そっちっぽいな、ちょっとしょぼいかもなこれ分かんないね、ごめんなさい、これちょっとしょぼいかもしれない、ハートは。でもちょっと分かんないまあでも全体的に今同じことだけどね、その 20% がどっちの 20% なのかっていうのはね。あ、でもその全体の 20% だったら、うん、20% プラス1万回復するんで、まあそうだね、うん、強いんですけどね、はい、で、まあでもどっちかっていうとこっちの有利属性に対する攻撃友情コンボの倍率 5%。 いや、これこっちっすね、うん、こっちがこれ結構な話で、うん、これはうん、だから3万強い攻撃力があったら、はいはい、1500、ああ強いよ、確かにね、強いよ、うん、1500上がるんで、わかりやすく、まあなんで線形 L とか、うん、激臭 L と同じ、うん、まあ、単純強化だよね、うん、単純強化ですね、うん、まあ、友情コンボも、まあ、そのまま 5%、 遊撃乗ったところから 5% 上がるんで、はい、まあ、なんかすごい強いと思います、うん、まあ、うん、バランス、超バランス、ね、なるほどな。ここから紋章とかも乗せたらかなり漏れるんじゃないかな、はい、守りも攻撃もって感じか、はい、バランスよく。で、超パワー型、これやばい、これマジやばいと思う。剣の効果倍率は 20% アップ。 20% って、まあ、今 1.5、 普通の剣 1.5、うん、なんで、まあ 1.5×1.2 なのかな、だから 1.8 ぐらいに、なりますと。やばい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 、普通にもうやばい、リルロッテ状態、うん、やばいよね、リルロッテ状態、うん、で、もっとやばいのがこっちの最初に敵に触れた際の攻撃倍率が 20% アップ。やばいということで、まあ、あの時最初に思いついたのは、うん、あの D さんですよね。D さん、もう言ってんじゃないの公式放送じゃないからさ
デクさん、そう、はい、まあ一発土管系のやつは、まあ、やばいだろうね、これは。デクさんの大丈夫スマッシュは 1.2 大丈夫 20% 上がりますと大丈夫スマッシュ 20% 上がりますと、もう大変な話だよ、うん、でも重心化だしな、し、まあそう、竹味方だね、うん、そう、竹味方とかね、うん、あのアンスリウムみたいな一撃がでかい、うん、ストライクショットも 20% 上がるので、はい、まあ、かなりその辺に使うの熱いんじゃないかな、うん、なるほど ね、 ね、いやパワー型も相当強くなっ、うん、強くなるなってこれ感じがようやくパワー型の恩恵がね、そうそうそう、パワー型である意味、うんうん、これだって感じだね、うん、あ、そう、これ最初に言っとくと、これをね、あの他の重心化キャラに付与できる効果が得られる線形の章みたいなのが、うん、あ、ありますね、ありますっていうところですね、うん、はい、はい、それでつけます。じゃ超スピード型、靴の加速率がアップ、どんだけ速くなるんだろうね、これもう加速率がアップって、これだけなんか数字出してないじゃん、なんかアバウトすげえアバウトなんだよ、これだけ確かに、ね、分かんねえんだ よ、 ね、うん、ただこの2個目の効果、うん、やばくないですか、壁に、これ強いね、最初だけこれ強いね、確かに、まあ多分超重力ぐらいだから靴1個分ぐらい加速すると思うんで、とかやばいな、だからやばいです。多分これはでもどっちかというと超重力ついてないやつにつけた方がお得な気がするかな。あ、まあ、だからなんか普通の人が超重力になりましたみたいな、うん、そう考えるとやばいね、伸びがいい、めっちゃ強いね、うんうん、雰囲気になるんじゃないかなと、はい、そして超砲撃型で、セスターン数が4ターン減少、砂時計で、うん、まあこれ1周分一緒でね、うんうん、なんでまあ意味ない砂時計がなくなりそうですよね。そうだね、なんか中途半端にターン減ったあと1ターンあと1ターンそう、あと1ターンなのに4ターンにならねえかなって思ったことあるよね、4ターンにならねえかなって、うん、そして友情コンボが誘発された際の威力が 50% から 100% になる。これやべえ、爆発とかねってことでしょ。そうですね、うんうん、なんで、なん例えばなんだろうな、まあ、ソロモンは神化か、まあでもとりあえずそのなんか白爆発にボーンって当たって今まで 50% しか出なかったねみたいなところをフルパワーでいけるので、うん、ロキ艦隊やった方がいいんじゃない。確かにロキ艦隊、ロキのレーザー全部 100% になっちゃう。そう、全部 100% になるね、とかやべえっすね。他なんかでもまだ俺らも見つけてないキャラがいるね、多分いるような気がする、うん、結構爆発したわって時あるもんな。そう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 、結構爆発がさ、なんかそのなんていうのかな、サブでついてたりするやつもいるから。そうですね、爆発出ちまったわみたいな感じもなくなると、うん、なんでより簡単になる。うん、なんかなんていうの、デスアークみたいなやつ、レディアークだった、レディアーク、レディアーク、レディアークも、うん、それもそんな感じじゃなかった。そうですね、爆発と、リワインド、うん、とそういうのが、ね、そういうのをそうですね、評価できるようになりますね、うんうん、はい、ということで、まあすごい、はい、うん、じゃあ次いきますか、コスト見ます。あ、これね、コネクトスキル、ね、はい、あ、そうだね、これもありますね、はい、受信が回避することで120と、はい、挑戦権をゲットと、そしてコネクトスキルゲットできる。コネクトスキル、コネクトスキルとは何ぞや、コネクトする、俺マドカーコラボ来るかと思った。さすがにクラリスやね、曲じゃねえか。ホストのステータス画面で、そうですね、意味を知ります。そうですね、はい、そうですね、じゃあこちらですね、ポン、ゴッドストライク、列、列があるならなんかゴーとかあるのかな。そんなゴーストでそんなにバリエーション重心ゴッドストライク、ゴーわかんない、まあ、今回列は列なんですね、はい、ということで反射ゲージ、はい、超バランス型ね、はい、はい、続きましょうかね、ポン、はい、超アンチダメージウォール、そして、レーザーストップゲージでバイタルキラー、うん、重心点列、はい、これ見た時に、うん、あれこいつ空飛ぶのやめたなと思って、そう、俺も空飛ぶの諦めたなってどうしたのかなと思ったら、うん、一番下ですね、はい、コネクトスキル、はい、超マインスイーパー、あ、本当だ、いやこれね、あー、地震と種族が異なるキャラが2体以上編成するとってことでしょ、うん、そうですね、まあなんで、これの発動条件を満たさないとこれは外れてしまうんですが、あ、はい、まあ発動できると、うんうんうん、まあだから多分神なんで、はい、うん、他のキャラ入れてくださいねってところだと思うんですけど、うん、そうですね、で、まあ、超マインスイーパーがまず強くて、うん、
あ、そうか、最初からステージ開始の時に4個地雷4つゲット持ってるっていう、うん、こいつ地雷拾うようになったんですね、うんうん、ちゃんと落ちてるやつを落ちるやつ、そうそうそう、素通りだったけど、そう素通りで、まあ、飛行よりは良くなるって知らねえよって感じで空飛んでたのが多分、うん、あ拾ってやろうあいつのためにみたいな心遣いができるようになったってことですかね、うん、艦隊でもし行っちゃったら発動しないですね、艦隊だったら多分、え、誰が拾う誰が拾うって多分拾わないんですよ、それで、ね、お前、お前神じゃん、いや、お前、お前、いや、俺、拾わねえよさっきね、そのミヤボーとも話して、ミヤボーも話してたんだけど、うん、なんか艦隊阻止したいんじゃねえかみたいなね、ね、それはすごい感じた、ね、このコネクトスキルはでも強いからか、そもそもが、うん、艦隊だと艦隊になっちゃうとかあるじゃないですか、そうだね、これ違う条件もどんどん出てくるおそらくでしょうね、多分、なんかそのうち反射4体じゃなきゃダメとか、うん、ああとかね、ありそうだね、強いスキルになればなるほどそうなりそうじゃない、ね、確かに確かに確かに、あでもこのステージにはこのコネクストスキル使えて強いとかなんかいろいろ攻略の幅が増えそうですね、で、まあこれから楽しみですね、うん、はい、あのまあ今回重心化回は一旦ストライクだけなんですけど、はいはい、そうだね、まあ、今後あるかどうかみたいな、これなんかちょっとアゼントしすぎて、うん、あのニュースの時見落としてたんですけど、うん、こいつ強くね、いやこいつやばいよこいつやばいよ超強いよこいつやばいよ、友情もねサイドダブルエナさん、うん、そうサイドダブルだったんだよな、うん、ガブちゃんのやつでしょ、そう普通のエナジーサークルなんだっけ L だったっけ、うん、確か、うん、あ L か L じゃない、うん、L だからガブちゃんと一緒だよね、 L っす、うん、L です、ガブちゃんと一緒のやつに8個フォーレーザー EL ついてて、うん、でまあ超バランスだから 5% もらえると、そう 5% もらえるんだ、そうだ、うん、超じゃん、超バランスじゃん、うん、超バランス、そう、でもなんかさっきちょっと喋ってた時よりは、うん、その強さ、めっちゃ強い感が消えてます、うん、俺、うん、宮本さんも、あ、本当っすか、いや、いや、だいぶ、だいぶ言ってますよ見てる人、俺、なんか俺がさっき話したもっとめっちゃ強い、嘘だ、嘘だ、いや、めっちゃ強いよ、本当になんか落ち着いてる、だから発表もこれ最後にしろよってなるほどね、思ったもんね、さっきの川内さんの話とかしてたじゃんさっきの話とかしたじゃないですかいや、こいつ、多分全部発表された中で一番強い説もあるもんね、説もある、だって、いや、光でしょ、しかも今ストライクね、この感じだったらね、そうそう、光でしょ、やばい、 SS も短縮されてるよ、12ターンじゃない、16ターンだったもんね、あれ、うん、なんか情報修正されてる気がする、あれ確か16だったよねあれなんか情報修正されてる気がする、あれ12だったっけ情報修正されてる気がする、待って待って、ゴースト12だったかもしれない、待ってすいません、ゴースト最近あまり使ってないのがちょっと割れちゃった、いや俺も使ってないの、ゴート、うん、なんかまあ12だった気がする、12だった、12になった気がする最近、あ12だったごめんそのままだったらごめんごめん、それはそのまま、うん、あんま使ってないのかな、まああんま使わないから色かかってるのかな、レッツついちゃってる、レッツ、うん、でバイタルキラーももらってます、はい、そうバイタルキラーになったんですよね、カウンターキラーから、うん、小田さんこれはさすがにもう文句のつけようないんじゃないですか、いや文句のつけようないっす、いや信用できしてないよあちょっと信用してさっきちょっと話してましたけど、はい、やっぱストライクってこう新しい要素が出る時の、うん、まあ、一番最初にね人柱というかさ、うん、まずはゴッドストライクみたいな、そうですね、でポン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 どんどん周りの人強くなって置いてかれると、そうすぐ、でもいや超ダメも超ダメですよ、しかも人柱って何のために言うかっていうと、うん、失敗しないようにいるわけですよ、うん、こいつ失敗してる、強すぎる、いやこれ失敗してるよね、だって、うん、攻撃の漏れ方がやばいもん、やばい、超ダメをバイタルキラーに超バランス型プラスコネクトスキルで超マインスイーパーだからマインで持ってる、えこれマイン 1.5 ですね、 1.5 でしょ、うん、1.5 1.3 1.5 1.5、すごい、でさらに 5% でしょ、うん、で、ステイも上がるでしょ、120になるから、あ、上がるでしょ、ね、でぶっ壊れでしょいや、これぶっ壊れでしょ、マジで、うん、いや、これはマジぶっ壊れてるよ、だから、その、多分コネクトスキルなんだろうね、あー、ね、うん、いや、でもこれ多分反対性能させない、本当に失敗したと思う、重心が入る中でも、多分これより強いのしばらく出ない気がする、やりすぎ、出ないでしょ、多分これ多分困ってると思う、いやこれ以上強いのー、出せないなーって必ず出せないなーって多分なってると思うよ、はい、まあ、運極の人も多いでしょうしね、まああのめっちゃ長くやってる人はガチャゲーム運極持ってる人の中だったらかなり多い、うん、そうですよ、ね、うん、まあ、コンスタントのなんかね、メッセージはやったな、これは、いやこれさすがにやったと思う、やったかな、これさすがにや
信じましょうか、うん、みんなで。なんだっけ、ちょっと神の価値落ちるかもしれない、神。あーあ、そうだね、こいつを入れたくないから、神入れたくねえわーってなる。バルキリーいられねえじゃねえかよー。バルキリーいられねえじゃねえかバルキリーまあでも、本当と相性いいところだったら多分ゼウスとかは入れられないね。あ、そっか、うん、飛行ダメを、うん、ね、確かに、マインもね、うん、そう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 、まあ、ゼウスは大丈夫じゃん、大丈夫かな、うん、まあそしてこんなやべえ人たちになり近づけるアイテム、うん、はい、ございます。こちらポン、アイテムを使えば重心化もパワーアップ、うん、これですね。このレベルの書でレベル条件が解放、うん、で線形の書で超線形の解放が可能になると。で重心化したキャラクターはそれができますよと、はい、いうことですね、うん、はいはいはい、はい、で、はい、これを使った画像が次、まずこれレベルの書ですね、ガブちゃん、はい、あ、本当だ、はい、見ての通り、まあ、HP が1300ぐらいね、うん、で攻撃力が、1150ぐらい、うん、でスピードが、20ぐらい、20ぐらいだったね、はい、で、友情コンボが1300ぐらい、はい、ある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 、うん、まあパーセンテージで言うと友情コンボは 10% 上がってますねと、うん、で、まあ他の伸びしろとしては 5% ぐらいなのかな、うん、うん、5%、5%、27000の 5% って1000ぐらいだよね、うん、1000、うん、まあそうだね、1300ぐらいか、算数できない、うん、はい、まあでもとりあえずこのことによって、例えば今までそのワンパンできなかったやつとかを、うん、非常にシェアできるようになる、まあ、さらに漏れるからね、今まで漏れなかった分が漏れるようになるという、うんうん、ワンパンラインが優しくなる、うん、盛りポイント、うん、盛りポイント盛りポイントっすね、挑戦権も解放できますと、はい、なんで、まあ、さっき言ってた通りタケミカとかね、デクとかに、うんうん、この恩恵をつけてもいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、どれくらいもらえるんだろうねこれ、まあ、結構渋いと思うよ、うん、そうだね、まあ、月1とか多くてしばらくはそうだと思う。最初英雄の書もそんな感じだった、そんな感じだったね、うん、これでもあれだよ、後々その重心化回するやつにこう早めにつけちゃった場合ちょっと損するよね。そうなんですよね。そうそう、それはそう。だから予想めっちゃ大事になるかも。うん、か結構新しいキャラにつけた方が。そう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 、それはいいと思う。あの損しにくいというか。そうだ、せっかくこれ最近使ったのにこいつすんのかよ。そうそうそう。そうだから昔のキャラすぎるやつはだからつけない方がいいよ。だからハンターキングとかやめといた方がいいかもしれないですね。その辺アグラムーと、でもアグラムーちょっと。多分ねウリエルとか怪しいんですよ。あの辺怪しいんで、あそこが超重心化、あの戦況の書とかレベルの書をね、うん、使ったのに超重心化しちゃうと、うん、あ、重心化回避しちゃうと、うん、使った意味なくなっちゃうから、まあそうだね、強いし、うん、まあでも、あーそうだね、ありそうな限定だったら、うん、なんでまあ新しいところに、そうだね、そうだね、デクとかね、デクは正解超鉄板でしょ。いやデクは正解でしょマジで、あ、ほぼ正解、絶対しないもんそんな、そうそうにしない、デク重心が書いてたやばデク重心が書いてどうなっちゃうの。もういいよね、まずはまずはって感じでね。まあでも、はい、本当ここかなりそのなんだろう、個性出るところだと思うんで、うん、そうだね、まあ、やっぱよく使うやつとかね、ちょっとね、その強いキャラに使ってもいいと思うんですけれども、うん、自分の好きなキャラに、うん、つけて、はい、行ってもいいんじゃないか、はい、まずは皆様のね、そうね、ちょっと違う、結構快適になるかもしれないしね、だいぶ多分特に、うん、うん、線形の方は線形やばいね、とスピード型につけてみたいですね。 あれ、うん、スピードがね、壁触れるとね、加速するやつね、加速するってことで、うん、この意外とやべえ組み合わせとかあるかもしれないんで、ありそう、なんか多分こいつ超重力だったらめっちゃ良かったのになとかいうキャラ探せばいると思うんで、うん、ありそう、スピードやばくなったらやばくなるやつありそう、ちょっと一瞬差し、ロビンフットとの空が解禁されました。今解禁されました、中心化させなきゃ、はい、終わりじゃあもうこれ終わり、はい、ということで、はい、いろいろね楽しみですね、そうですね、ということですね、はい、ということでご視聴ありがとうございました、またでは次回お会いいたしましょう、バイバイ。